さんこんにちは、森有です。はい、ちょっと上からごめんなさい。今度紹介しようと思ってたんですけど、また3COINS またあの 3COINS に続きサンキューマートに続き、ちょっとプチプラ続いてるんですけれども、これ 3COINS のマットリップ買ってきたんですね。で、今お風呂入った後なんですけど、とってもとっても取れやしないっていうぐらい、なんかね、取れなかったの。洗顔したんだけど取れなくて、めっちゃ威力がすごいので、私これね、ピンク買いたかったんですけど売ってなくて赤を買ったんですね。なのでもう一回つけてから、どんだけ洗い流したら、まあ普通のこういう洗顔で何回拭き取っても、う何回拭いたら取れるかを検証してみたいと思います。せっかくお風呂入ったばっかなんですけど。でもね、これね、ティントってわけじゃないんですよ。マットリップグロスって書いてあって、ティントってわけではないんですけど、でもね、ほんと取れなくてびっくりしてんのよ。はい、こんな感じでは、つけてみたいと思います。1回の量は結構つきます。ほら、すごい発色が良くて、今ちょっと照明焚いてないのであれなんですけど、すごく発色がいいです。これをちょっとの時間置きます。まあ一定時間置かないと、まあすぐに取れると思うので、5分10分ちょっと置いてから、どのぐらい持つのか、多分これ、ね、下手したら1日持つんじゃないかなと思うので、ちょっと乾かしてね、検証する前に乾かしたいと思います。そして5分後10分後に検証したいと思います。はい、ということで5分経ちました。まあまあ乾いてきたかな。まあ普通だったら5分で落とさないんですけど、まあ帰ってきたら取れるぐらい、ほら1日持たせてからの方が良かったんだろうけども、多分これね、今5分経っただけでも取れないと思うんです、普通にこうやってコットンで拭いても。なのでちょっとやってみたいと思います。クレンジングウォーター普通にね使います。これ取れるクレンジングウォーターなんですけど、取れるか検証してみます。あ、でもさ、ほら、取れるよ、取れ、もちろん取れるんですけど、赤さの比較が取れるんですけど取れないわかる意味、ほらほら、取れない、取れるけど赤が残ってるんですね、まだ。なのでちょっと洗顔を今度してみたいと思います。では行ってきます。はい、どうですか、取れないよね、やっぱね。これ1回目の洗顔、もう一回していきますね。はい、結構取れてきた、2回目洗顔で。でもまだいるでしょ、ここに。ほらちょっと赤いわね。じゃあ色素沈着するのかな。多分3回目はもう取れそうですね。行ってきます。はい、どうですか。あ、取れなかい、まだ取れない。一応ゴシ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 ってやってるんですけどね、取れないね。ちょっと何回か繰り返しやってみたいと思います。はい、どうもこんばんは。取れた、結構洗った。今ね8回洗顔してきました。どうですか、やっぱここら辺は結構よかった。ここら辺ね。はい、ということでマットリップはすごかった。これだってグロスだよ、まずマットリップグロスなんですけど、本当になんだろう、本当にやばい、取れない全然。まあこの多分、まあそうなんですか、洗顔料とかにもよると思うんですけど、でも普通にこうゴシ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 ってやらないと、あの肌にね悪いじゃん、ゴシゴシゴシってやるの良くないから、パサパサって普通のこういう優しい洗顔だと 1,2 回じゃ絶対落ちないです、これ。まあ多分食べたり飲んだりしてるとまた違うんだろうけど、でもすごい取れなくてびっくりしちゃって、お風呂入った後に真っ赤からったの口がね、さっき取れないと思って、ちょっと急遽
取りました。普通の商品紹介で取ろうと思ったんですけど、ここまでなんかテイントみたいに威力があると思わなかったので紹介しちゃいました。はい、ということでちょっと3回連続のプチプラ紹介で申し訳ないんですけれども、今回はスリコのリップグロスです。オートフェチだったりとか、まず、ね、ネイル紹介もまだできてないので、もう伸びてきちゃってるんでちょっとやばいんですけど、ちゃんと撮りますので見てください。はい、ということで無理やりでした。せーの、おじゃり、バーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。はい、洗面所からこんばんは、こんにちは、おはようございます。すいません、なんかね3日連続でやっと出せたと思ったら3日連続プチプラになってしまったので、ちょっとゆっくりとまったりとまた私っぽいやつを出していけたらなと思います。無理やりでした。じゃあ。